今日のスタジアムは秀行アレーナです。観客席にはすでに大勢のサポーターが詰めかけています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはブンデスリーガの一戦、そうそう見られない試合になりそうですね。はい、よろしくお願いします。やはりサッカーはスタジアムで観戦するのが一番ですね。今日もいい試合を期待しています。ホームチームのスターティングメンバーです。一般的な4-3-3ですね。ウイングの活用が鍵になります。こちらがボルシア・ドルトムントの先発メンバーです。福西さん、4-4-2 のフォーメーションでしょうか。はい、センターハーフを縦に並べ、サイドハーフは両脇に開いた、中盤がダイヤモンド型になるフォーメーションです。中央からもサイドからも相手に攻撃を仕掛けていけるのが魅力でしょうか。この試合勝負を分けるのはどんな部分でしょうか。積極性ですかね。点を取りに行く姿勢をどちらが見せるか期待したいと思います。ドルトムントのボールで試合が始まります。ロイスへ、ゲレイロ、クロスはブロックされる。注目はやはりこの選手ですね。サポーターも素晴らしいプレーを期待していることでしょう。うまくボールを扱います。柔らかい細かいタッチ。マレン止めた、ボールが転がる。自陣内で相手のマークに合っています。ようやくピンチを脱しました。サポーターもここが勝負どころと見たか、ひときわ大きな声援が上がっています。いいタックルです。アーリン・ブラウト・ハーランド狙ってきた、飛びついて止めました。キーパーのナイス。ボールを入れました。このボールはディフェンスがクリアします。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。シュートチャンスだ。決まった、決まった、ゴール決まった。先制点決まりました。リプレイが出ました。短いパスで相手のディフェンダーを翻弄していきます。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。アーリン・ブラウト・ハーランド、ドルトムント、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。いいクロスだ。マイナスのボール、2点リードかという場面でしたがミスしてしまいました。1点差では安心とは言えないので、ここは決めておきたかったですね。セドリック・ブルンナー、ここでボールを取り返しました。見事なタックルです。チャンスにできるか。これはチャンスだ。なぜかシュートが入りません。
このシュートは入ったと思いました。ドキッとしましたね。狙ってきた。強烈なシュートで積極的に狙ってきました。しかしこれはポストの外側です。このパスは少しずれたようでつながりません。スローインになります。トーマス・ムニエ、これは読んでいたか。パスをカットしました。いいパスが出ました。裏へのパスが通った。ゴールを伺う。ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げられますよ。マルコ・ロイス、いいところへ出した。ゲレイル、ダフード、ボールを回しますがなかなか崩れません。ここでボールを取り返します。ドルトムントですがあまりボールに触れていないようです。つまりリードしているので守備的になっているということでしょうね。清見でカウンターに出ればさらに追加点を挙げられるかもしれません。前半終了です。スコアは1-0、リードは1点です。後半戦の開始です。ニルソン、じっくりボールを回しながら同点に追いつくチャンスを伺っています。強烈なシュートでしたがこれは精度を欠きました。あそこでシュートの判断はありだと思いますが、せめて枠に飛ばしてほしかったですね。前半この選手のプレーがよく効いていました。とてもいい動きでしたね。何度もチャンスを作っていました。勝ち越しゴールを決めたプレーは素晴らしかったです。ボールを運びゴールに襲いかかります。パスを戻します。スペースに見事なスルーパス、ゴール、同点です。試合は振り出しに戻ります。リプレイを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。そしてこのシュートです。ディフェンダーに囲まれながらも決めてきました。簡単には潰されない強さはさすがですね。ベリンガム、アーリン・ブラウト・ハーランド、ここで取り返します。いいタックルでした。味方にパスを出します。いいクロスが入りましたが誰も触れません。ベリンガム、ボールを持ち込んできた。ドルトムントどう出ますか。ドルトムント、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。リードするチャンスです。よく止めましたがボールはこぼれています。ゴール、こぼれたボールを押し込みました。キーパーのミスを見逃しません。これは嫌な点の取られ方ですよね。キーパーのボールの処理の仕方が失点の原因でしょう。監督も頭を抱えているんじゃないでしょうか。サイドチェンジ、ニルソン、ファビアン・プロンソン、ナイオフィール、ディモア
タックルが成功しボールを奪取しました。マフムード・ダフード、ラファエル・ゲレイロ、ゴール前はどうでしょう。ドルトムント、ロイス、バーに当たった。ボールは生きています。仕掛けてくるのか。ロイスにチャンスです。飛びついてしっかり止めました。さあ交代の選手がピッチに入ります。ゲレイロのコーナーで再開、ディフェンダーがクリアしました。ゲレイロ、ニアサイドへ正確に通してきました。これはクリアしきれないか。ゲレイロ、ドニエル・マレン、サードをするブラント、これはファインセーブ。終盤でついに同点に追いつかれたかという場面もキーパーが立ちはだかります。決められてもおかしくないシュートでしたが、集中していましたね。チームを助けるプレーです。サイドコーナーです。ボールはゴール前へ。ボールをクリアしました。とどめの一撃か。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。これはキーパーがセーブしました。弧を描いて裏を狙います。タックルは決まりましたが、まだ危険な状態。さあどうする。1対1です。このスルーパスは直接、ここで試合終了。ホームチームはこのリーグ戦に敗北してしまいました。1点差での敗北となりましたね。スコアを見ての通り、決して勝てない試合ではなかったと思います。次の試合に期待しましょう。今後につながる活躍ぶりでしたね。